皆さん、はじめまして。ジャパンルネッサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化再興を目的とした放送番組です。シンガポール化する日本。先日、久しぶりに新宿を歩いたのですが、すごく変な街になっていました。昔から雑然としたところですが、ほとんど国籍不明状態。白人や中国人も多い。小間劇場の跡地に大きなビルが建ち、新しいホテルも入っていた。どっかで見た光景だと思ったらシンガポールでした。私は仕事の関係でシンガポールに20回くらい行っています。ここしばらくシンガポールでは異常な土地バブルが発生し、ウボのタケノコのように新しいビルがどんどん建っている。お金も誤っているようで、2008年にはシンガポールフライヤーというみやみに大きな観覧が完成。28人乗りのゴンドラが28台回っている。設計したのは建築家の黒川紀章。一周するのに30分かかるので、途中でトイレに行きたくなったら地獄です。総合リゾートホテルのマリーナベイ・サウンズ周辺には海洋施設やエアコンの効いたドームのある巨大植物園もできていました。以前のシンガポールには薄暗く中華料理と香の匂いが立ち込める怪しげなビルがたくさんありましたが、次々と崩され、新しいビルになっていく。ピカピカだけど面白くない。どこも同じようなレストランが入り、スターバックスやマクドナルドが入り、おなじみのブランドが入る。金太郎飴のような街。2013年7月26日、総理大臣の安倍晋三はシンガポールでこう言いました。オープン、チャレンジ、イノベーション。常に私たちの改革を導くキーコンセプトです。もはや岩盤のように固まった規制を打ち破るには、強力なドリルと強い刃が必要です。自分はそのドリルの刃になるんだと、私は先にロンドンで言いました。もう一度同じことを言います。電力や農業、医療分野で規制の改革を進め、新たなサービス、新しい産業を起こし、日本経済の活力をそこから引き出します。規制改革の終結となる特区も、総理大臣である私自身が進み具合を監督する国家戦略特区として強い政治力を用いて進めます。中略、世界一ビジネスフレンドリーな国にしたいと私たちは言い続けています。この点、シンガポールに追いつき、できれば追い越したい。真剣にそう思っています。お住まいの皆さんの投資を日本は歓迎します。この発言をした時、何とも言えない暗い気持ちになりました。なぜ長い歴史を持つ日本がシンガポールのような人口国家、独裁国家を目指す必要があるのか。これはシンガポールに対するリップサービスではない。日本に外資を呼び込み、女性を労働力として駆り立て、シンガポールのような移民国家、多民族国家にするという明確な意思表示です。私がすぐに思い出したのは、三島が自決の4ヶ月前に残した言葉です。私はこれからの日本に対して希望をつなぐことができない。このまま行ったら日本はなくなってしまうのではないかという感を日増しに深くする。日本はなくなって、その代わりに無機的な空っぽな、ニュートラルな、中間色の富裕な、抜け目がない、ある経済的大国が極東の一角に残るであろう。それでもいいと思っている人たちと、私は口を利く気にもなれなくなっている。果たし得てない約束より、アベノミクスなる金融政策により、安倍政権下で株は上昇した。しかし、その背後で日本はどのような国になってしまったのか。ちなみに、アメリカの調査会社ギャラップが2012年に発表した日常生活の幸福度調査で、シンガポールは148カ国中最下位だった。それではまた次回をお楽しみに。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。